どうも皆さんこんにちは、タイコロリンです。もう少しで誕生日ということでね、ロマンチックなとこというか、すごいデートスポットふさわしい場所にサプライズで今日は連れていこうと思います。それでは行くぞー。ダーポップティーン TV。 はい、どうも皆さんこんにちは、タイコロリンです。おはようございません、グデグデマンチョスです。はい、ということでね、今日はこれからドッキリをしますね。ドッキリじゃないか、サプライズか。ドッキリ、まあ、サプライズじゃない、まあ、詳しい事情はね、どういうこと、どういうこと、もう言っちゃってるやん。ドッキリ、詳しい事情はまた、さっきから怪しすぎるし、違います、詳しい事情はまたね、後で話すので、とりあえず知ってください。本当に連れて行きたい場所があるということで、はい、それで目隠しをねして、あの場所まで目隠して、あの案内をしたもので、何それ、とりあえずそうそう、はい、まあ、頑張って目隠しをします。こっち向いて、完璧ですよ、完璧です。これちょっとこれはアクシデントが発生してる、怖いよ、まあ、それはお楽しみで、はい、実家レッツ、はい、ダイナソー、じゃあ行ってくれよ、ね、うわじゃあなんか行ってくれ よダイナソー、イエーイ、行きます、こっち向いてください。はい、今からすっごい気持ち悪いな。そうですね、とりあえずこれからね、あるところに、はい、行きたいと思いますね。あるところ、もうやばい虫とかがめっちゃいるところかもしれないですね。虫、虫です、虫、最低な彼氏だな、はい、それではなんかバイバイとおいてください。バイバイ。いや、これじゃ使えないので、元気なんで、みんな見てるんで、やっぱな、元気のある、レッツゴー、そうそう、いいです。目的地にやってきました。お、すごい、でもきらめいた音楽が流れてるよ。そうですね、多分、うん、これをね、光景を見たら、うん、めちゃくちゃびっくりするんじゃないかなって思いますね。私もそんな気がする。もう大体気づいてんだろ、君、ちょっとこの隙間から見てんだろ、お前、東京近いですね。だってこういう音楽流れてるもん。うん。外してよ。あのさ、行きます。はい、まだ目つぶってね。分かった。目隠しを、ちゃんと目つぶってね。うん、それでいいよって言ったんだけど、うん、とりあえず目隠しをします。3、2、1で上げてくださいね。はい。行きます。いただきます。3、2、1、どうぞー。わー、すごーい。え、何これ。え、待って。すごい。超綺麗。すごいね。もっと違う超綺麗なね場所があるので、うん、そっちも行ってみよう。行く、イエーイ。触ったらダメだ。キラー、すごい、やばい、すごい、とりあえずやばいな、これは美しいわ。なんか癒される。
ホテルかな。ホテルだ、ホテル、すごい、めっちゃロマンチック。めっちゃロマンチックやな。あんな感じで歩いてきたのか。結構これクレヨンってさ、久々に使ったからむずいねこれ。確かに。はい、はい、というわけで書くことができました。イエーイ、イエーイ。じゃあ先に何なんか書いたお題、お題というか、お題か、どうしようかな。サイクロリンです。はい、ここはそうですね、未確認生物、あのゴジラ竜アンド、ちょっとそこにナチョスの顔も足したみたいな。絶対でしょこれ。私足してるの？足します。まあ、そうですね、今からあのスキャンをするとここにね、僕たちの描いた絵が反映されるみたいなので、はい、ちょっとこれからね、反映して楽しみだな。そう、楽しみやってみよう。じゃあ、いっか、イエーイ。どうなのか、マジで楽しみ、超楽しみ。上の方から出てきますので。はい、やばい、ちょっとこれマジ、これちょっと楽しみ。お、出てきた、出てきた、出てきた。はい、どうぞこちら。ありがとうございます。え、私の子はタイコロリー、タイコロリー、あ、タイコロリー。ちょっと待って、似てますね。でもさ、顔がさ、ナス見たから、ナスの形見たから。タイコロリー、ちょっと待って。おー、はい、はい、ということで全部見終わって回ってきました。来ました。いやー、もうめちゃくちゃね、綺麗でしたね。想像してたよりもすっごい素敵なところに連れてきてもらった。いやー、もう本当に綺麗だった、ね、もう癒しでしかなかったですね。あと、あの魚とかね、自分で描けるし。僕はね、僕はこちらを描いたんですよ。いつまで泳いでるのかわからないんですけどね。ぜひこれも見つけてほしい。見つけてほしいね。はい。え、でもさ、これさ、ほんまに学生とかみんなに来てほしいよな。来てほしいです。すっごいインスタ映え。うん。ほんまに絶対。多分インスタ映えの写真が10枚は絶対撮れると思う。10枚以上撮れますね。まあ、私ら1回撮ったの。はい。あの、ワイドってあるやろ、はい、アプリが。あら、あね。スマホアプリ。携帯のね、スマホアプリ。ダウンロードすると3200円のところが、高校生限定で、バイトのアプリを入れて事前に予約すれば、なんと無料になるそうです。入れるみたい。見て、心が、ね、穏やかになって、ね、落ち着いたので、癒されたい。みんなにもね、ぜひぜひ、楽しめられないな。今年の夏はね、やっぱりチームラボボーダレスでね、はい、最高の思い出をね、皆さんに作ってほしいと思います。はい、作ってください。はい、作ってください。はい、詳しいことはあの概要欄でチェックしてください。チェックしてください。ナチョコロリンでした。バイバイ、 バイバイ。今日はまあって感じなんですけど、まあ、また改めてちゃんとやるんですけど、誕生日が近いということで、一応僕から手紙を書いてきました。お、嘘、ほんまに。ナチョタンへ、付き合って1年3ヶ月経ちました。はい、早いですね。早いですね。最近は喧嘩もせず毎日が穏やかで安心しています。ナチョといると僕はいつも元気が出て何事も頑張れます。今まで付き合ってきて本気で将来のことをも考えて、結婚も本気にしたいなと思ったのが、ナチョが人生で初めてです。これからは、もっと引っ張っていけるような男らしく、かっこいい男になるので、これからも僕についてきてほしいです。
心が優しくて、いつも僕のことを考えてくれる優しいナチョが大好きです。これからもよろしくね。どんなことがあっても二人で乗り越えよう。はい、タイトルです。終わりました。ありがとう。私もいつも思うのはやっぱタイトルでよかったなって思うし、私も結婚したいと思うけど、結婚してくれる。なんやねん。もうしたいならね、まあ、どうしてやってもいいぞという感じでね。まあ、うん、俺らはね、こんな感じでいつまでもね、バカっぽいで、これからも仲良く仲良く楽しくね、お互い楽しいのが一番だからな。そうだね、楽しくいれたらいいなと思いますね。私もそうやって変なタイトルがいつも大好きよ。じゃあ、それでは